にちは、ロトリーフチャンネルです。今日はジャガイモの脇芽かきを行います。こちらが種芋を植えてから5週間経ったジャガイモの苗です。だいぶ大きく成長しましたが、こういった脇のところに脇芽が大きく成長してきています。これを放っておくとこちら側にすべて栄養がいってしまうので、脇芽は根元から直接指で摘んでいくようにしましょう。そうすることで主軸の方に栄養が集中してしっかりとした実がなりやすくなります。以上です。